ちゃこんにちは。はい、豊さん、はい、今日も3連戦を振り返るが来ました。来たね。まあ結構目まぐるしいというか、うん、早めに来るけども、なんかね、早いなって思いますね。まあ、そうだね、うん、で、ついにマジック29点灯、はいね、これはまあ皆さんご承知のように、うん、まあ、阪神が マジックを灯したというね。ね、最初ね、あの灯らなかった後に、まあ初戦はね、うん、はい、ということですね、はい、はい、で、まあ連続安打、はい、ね、岡林、年三本安打、大島って、うん、ね、で1500本安打、はい、ね、柳田、はい、ね、まあ、達成なるかということだったんだけども、ね、どうなったでしょうか、はい、で高校野球はベスト8が出そのぎました、うん、ね、東北勢が3個、はい、これ史上初だそうですね、ベスト8でもね、うん、でこの中で近畿勢がいないという。そうなんです、近畿勢がね、消えてしまいました、うん、姿が、まあ、7年ぶりという ね、 ね、まあ、近畿といえばね、必ずどっかは残ってくるだろうみたいな、うん、ね、まあ、代表的なのが大阪桐蔭とか、はい、まあ、今年出てる履正社とか、はい、まあ、負けましたから ね、 ね、はい、というような高校野球、まあ、そうだね、ですが、はい、はい、で看板やちいちゃんということで、今日もよろしくということね、はい、よろしくお願いします、はい、いきますよ、はい、どうも、うん、はい、こうなりました。はい、ね、セリーグはこのような結果でした、はい、はい、広島と阪神、こちらが1位2位の対決でした ね、うん、そうだね、はい、広島が2勝1敗の勝ち越し、はい、ヤクルトと DeNA は DeNA が2勝1敗の勝ち越し、はい、中日と巨人は1試合がね、台風のため影響でな、うん、はい、中止になってしまいましたので、はい、2試合ということで1勝1敗ということでした。はい、はい、では広島対阪神、はい、ね、広島、はい、大瀬良、うん、栗、床田、はい、これ3枚揃えてきた ね、 ね、阪神にね。で阪神の方は西純也、はい、大竹、ビーズリーということでね、はい、この試合、1戦目、広島、はい、うん、2対2で迎えたな3回、うん、まあ、近本、中野、森下の3連打、はい、まあ、佐藤のタイムリーなどで、はい、まあ、3点リードするんだよね、うん、で5回しかし、はい、広島が西川、相澤のタイムリーで、まあ、1点差、はい、で6回にはデビッドソンが同点ホームランというね、うん、でその後小園が勝ち越しのタイムリー、西川も続いて逆転ということなんだけども、うん、ただその試合でもまあ9回矢崎を攻めて、はい、ノーアウト1、2塁、うん、で近本の場面で、はい、まあ、岡田監督だったら、まあ、近本のまあデータ、得点圏打率とかね、うん、いろいろ考えたら、まあ、一気に逆転を狙って打たしに行くかなっていうふうに思ったの、うん、やっぱりその通りになって、近本がまさかのゲッツーなんだよね、はい、うん、しかしね、中野がタイムリーを打って、うん、まあ、出るけども、まあ、1点及ばずという7対6で負けるという ね、 ね、まあ、広島が連敗中で阪神を迎えてね、うん、松田で、うん、まあ、連敗を止めた形になったんだけどもね、はい、まあ、この試合森下が1ホームラン4安打、はい、4打点の大活躍をするんだけども、うん、まあ、中継ぎで入った馬場がちょっと誤算だったかな、この試合はね、阪神の方はね。ただ広島の方も大瀬良が、うん、まあ、5失点だったかな、うん、5失点ですね。ね、でやっぱ大瀬良がやっぱしっかりした投球をしないと、うん、やっぱ広島の追う力がね、うん、半減してしまうというようなね、まあ、そんな感じだったんだけども、はい、まあ、この試合勝てばね、マジックが点灯してたんだけども、はい、まあ、お預けになったという、うん、で2戦目、はい、5対3、阪神、はい、ね、大竹が久しぶりに投げて、うん、まあ、いいピッチングをしたんだけども、まあ、勝ちました、はい、ね、で広島はね、今季初めて、うん、坂倉をキャッチャーではなくファーストで先発起用するんだよね、はい、もうスクランブルに入ってんだよ、広島は、うん、でもこの戦いぶりっていうのはすごく俺はいいと思ったんだよね、はい、もうなりふり構わず追っていくというね、うん、で初回に西川のタイムリーで先制するんだけども、はい、まあ、2回に木浪がタイムリーで、近本、中野もタイムリーなので一挙4点を取るんだよ、はい、うん、で逆転された後、まあ、1点差に迫られた9回、うん、阪神がね、はい、で代打原口、うん、
ね、突き放すセンター前へタイムリーということでマジック29が、まあ、点灯したという、ねね、うん、でこの試合でね、まあ、先ほども言った広島の方は坂倉をファーストで使ったりだとか、はい、やっぱねキャッチャーやらない時、この日は相澤が先発マスクでかぶったんだけど、うん、まあ、だけどその坂倉がねあのバッティングっていうのはやっぱりもうやっぱ使えるよね、うん、でいないとまた困るということで、まあ新井監督が就任当初から言ってた坂倉をキャッチャーでしか使わないっていうことを度外視して使ったんだよね、うん、まあ結果も出してくれてたんだけどもさ、はい、まあだけど及ばずということ、うん、でこの試合ビハインドで、まあ、9回を迎えたんだけども、はい、矢崎をね、はい、まあ使ったりだとか、うん、やっぱこうなんていうのかな、追っ手が取る手法、うん、もう何より構わずという手法を見せてくれたのが、はい、俺は広島はとっても心強くなんか思ったしね。なるほど、うん、ただこの試合でマジックが出るんだけどもさ、うん、まあだけども広島の戦い方はすごく心打たれるものがあったというね、うん、でこの試合、はい、阪神がちょっと変えてきたんだよね、うん、3番に小野寺入れて、はい、5番に森下したんだ、うんうん、森下を入れたんだよ、はい、でノイジーと佐藤を外したんだよね。そうですね、うん、だからまあ岡田監督、うん、まあ、阪神側もマジックは出たりだとか、まあ優勝に一番近いけども、うん、でも迷い出してきてるなっていうね。これは迷いなんですか？迷いっていうか、やっぱサトテルが初戦にあんまりいい結果じゃなかったんだよね、うんうんうん、で初戦4安打打った森下を、はい、やっぱ大山の後ろに持ってきたんだよね、はい、この気持ちもわかるんだけども、うんうん、いや森下が良かっただけに3番で、うん、で小野寺があんまり良くなかったのこの日は、はい、だから変えちゃったかとは思ったんだけどもね。うん、だけどやっぱノイジーとか佐藤を外しながら、うんうん、やっぱ全員で戦っていくというね、なんかそういう姿勢も、まあ、阪神は見せ出したというね。なるほど、うん、そんな感じがしたよね。じゃあ阪神も広島もちょっと変わってきた感じですか、チーム状況が。いやもうね、うん、やっぱ顔色が変わってきたというかさ、うん、まあ、そんな感じがするよね。うん、で3戦目、はい、6対0広島。うん、まあこのとこだがね、この前ねヤクルト戦だったかな、はい、もう初回に5、6点取られたんだよね、はい、まあその反省からかとこだが非常に頑張った、うん、で9回122球5安打3四球無失点というね、うん、見事な完封だったんだけど、はい、ただ広島もこの6対0ってね聞いたら楽かもわからないけども、はい、だけどアクシデントがあったんだよね。そうでしたね、まあ、3回に上本がセカンドキャンバス蹴ってサードに行く途中に、うん、肉腹系筋肉系の怪我をしたね。ちょっとね、うん、走塁中にね。そうだ ね, ね。でダイソー大盛りが出るというね、うんうん、で小園が代打を送られるんだよね、うん、それも3回ですね、うん、だからこれが体調不良だったら、うん、まあ例えば熱中症とかぐらいの症状であればね、うん、いいけども怪我だったらやっぱ小園が当たってただけに、そうですよね、苦しくなってくるという、うんうん、ただ代わりに入った矢野がね、うん、センターへ犠牲フライを打ち上げるというね。そうでしたね、うん、だからまあ大森も、うん、上本の代わりに入って、まあ、タイムリーヒットとか打ったりとか、うん、まあ、この日はね守備でも菊池が素晴らしいプレーするし、うん、で矢野がやっぱこう三遊間の深い位置から素晴らしい送球で、アウトにしたりだとかさ、はい、まあ守備で勝ったみたいなね、うん、で床田も完封しながら、点を与えない投球をしながら自分でもタイムリー打つとかさ、うん、ね、うん、ただこの試合で阪神はね、はい、ミスも目立ったね、はい、まあ、サードで使われた小野寺が、うん、ちょっとなんていうかな、打球処理を間違えたというかさ、うん、そういうのでこう後ろにやったりだとか、はい、まあ、坂本がパスボール的なこともやったし、うん、まあ、打線も5安打に抑えられるというね、うん、まあ、いうところで、うん、まあ、いいところがなかったかなという、なるほど、まあ、感じがしました、うん、で今日はその
まあ、昨日森下を5番にしたのを森下に3番に戻し、はい、ノイジーを5番に入れたというね。そうですよね。だから少し、まあ、そこら辺では打順の組み方で、うん、多少迷いがあるのかなっていうような気もするし、うんうん、ちょっと阪神も苦しくなってきてるなっていうことはちょっと伺い知れるかな、うん、これでね。なるほど、うん、佐藤選手もね代打で一度出てきてたりとか、うん、ちょっと起用に、まあね、なんか迷いがあるんですかね、うん、まあそうだね、うん、だからまあ明日からの DeNA 戦、はい、まあ苦しいと思うけどもね。ねしかも、うん、あの横浜に移動してでしょ、はい、うん、だからまあここら辺ちょっと耐え時かなっていうね、うん、まあそんな感じがするよね、はい、うん、まあそういう3連戦でした。はい、はいはい、続きまして、うん、ヤクルト DeNA、はい、ね、ヤクルト、小澤、小川、うん、ロドリゲス、うん、で DeNA はバウアー、今永、うん、浜口というね、はい、で初戦、DeNA、うん、まあ初回からホームラン構成だよね、うん、初回には宮崎、うん、2回には伊藤、はい、今季初ホームランね。で3回にはあの佐野が、まあ、ホームランという、うん、で5回には外がツーランホームラン、はい、ね、9回には、牧がソロホームランというね、うん、はい、5本ね。そうだね。で投げてはバウアーが、まあ、7回109球、うん、8安打3失点という、うん、ね、まあ、ゲームをしっかり作るという、はい、で今日伊藤に聞いたんだけどさ、うん、バウはどうだったっていうふうに聞いたら、はい、調子はめちゃくちゃ悪かったと。ああ、そこの日ですか。この日だけど、うん、ナックルカーブがあんまりいい状態じゃなかったらしいんで。なるほど。そしたらやっぱ自分自身でバウは自身でやっぱ変えてくるって、それを気づいてたんだね。気づいて、うん、だからやっぱすごいクレーバーなピッチャーですよっていうのは教えてくれたけど、じゃあその時その時の調子に合わせてもこううまく調整してこれるっていうことですかね。まあ そ, うだね。まあ、それとやっぱファールの打ち方によって何を狙われてるっていうのを瞬時に感じてるって、すごいですね。あ、だからクレーバーだっつってたよ。うん、で小沢、うん、ね、これちょっと誤算だったんだけど、はい、毎回先発ではいいピッチングを見せててくれたんだけどね、はい、まあ、5回121球11安打8失点という、まあ、全くゲームを作れなかった、まあ、小沢にしては珍しいなっていうね、うん、まあ、感じがしたんだけど、ただヤクルトは竹岡がバウアーからプロ初ホームラン、うん、バックスクリーンを超える、やっぱ力あるね竹岡って、うん、あの素晴らしい選手だね、まあ、プロ入り初ホームランを打つというね、はい、良かったです。うん、ただねこの試合オスナが帰ってきたが、うん、まあ、塩見がまたリタイアするんだよ ね、うん、ちょっと心配ですけど、うん、ちょっとね、ちょっとね今日の情報では、うん、まあ、自分でこう歩いたりとかしてたから、うん、まあ、周りが思うほどひどくはなかったと。なるほど。ただプレーができる状態ではないっていうようなね、まあ、情報を、ね、まあ、聞いたけどもね、今シーズン怪我が多くて心配ですね。ちょっと多いな。そうだね、うん、で2試合目、はい、8対6、うん、ヤクルト、はい、うん、2回、うん、ノーアウト1、2塁、まあ、今永が投げてるよね。そうですね。で DeNA がチャンスを作るんだけども、うん、牧と外の連打でね、うん、だけどここでバントするかなと思ったので、今永投げてるし、はい、やっぱ先行していってやりたいじゃない、うんうん、ただし強行太田、戸柱、京田が倒れて無得点、うん、まあ今永がどう思ったか分かんないけども、うん、やっぱバントで先取点取ってくれればみたいな、防御率もいいしね、うん、で先行していってくれるといいのになとか思ってたんだけど、うん、まあだけどその裏村上がソロホームラン、はい、あー、オスラーと中村の連続二塁打で2点先制されるんだよね。まあヤクルトが先行するという、うん、で村上との配球、今永はやっぱこうなんていうのかな、意地があるのかなっていうような感じがするよね。まっすぐで抑えたいというさ、村上選手に対して、うん、でやっぱピッチャーのロマンだと思うんだけど、うん、ああいう強打者をねまっすぐでねじ伏せるという、逃げたくないという、また WBC でも一緒に ね、まあ、そうだね、チームメイトだったとかもありますしね、うん、で向かっていってホームランを打たれるというね、うん、で3回にはその村上に、まあ、ランナー一塁に置いてね、うん、まあ、
村上の二塁打で3点目を献上するんだけど、うん、まあ、ここもまっすぐなんだよ、うん、やっぱこだわるね。やっぱこれは今永投手のこだわりなプライドなのかもわかんないけどね、うん、で5回には西満塁からオスナが2点タイムリー、うん、まあ、中村がタイムリーで6点差、はい、まあ、6回は浜田がホームラン、うん、ね、浜田もいい力持ってんね、うん、うん、でバックスリーン、バックスクリーンにね、うん、で7回にはオスナが、まあ、またソロホームなんで、まあ、追加点という。ただ9回に5点を取られるが、そうですよね、まあ、DeNA の方が取るんだよね、坂口を攻めてね、うんうん、で最後には田口が出てきたけども、はい、まあ、田口に抑えられるというね、うんうん、まあ、ちょっと遅かったかな反撃がね。そうですね、はい、で今永が5回86球、うん、9安打6失点という、はい、まあ、今永にしてはちょっと珍しいかなっていうね、うん、まあ、6失点もしちゃねやっぱ勝てないよね。そうですね、はい、これで2敗目ですかね。そうだね、うん、で3試合目、はい、5対3、うん、DeNA、うん、まあこれはね3回ロドリゲスのエラーから、うん、失点するんだよね。この試合は豊さん現地で見てましたね。そうそうそう。で牧が続くランナー一塁に置いて、はい、まあ、ツーランホームラン22号のツーランホームランを打つんだけどもさ、はい、やっぱ牧が大したもんだなと思うのは、うん、1打席目にやられてるボールなんだよね、はい、それよりは若干高かったんだけどそれを狙って右方向へホームランを打ちに行くという、うん、だからここら辺はさエラーに続いてやっぱぐさっと相手に来るような、うん、まあ、ホームランを打ってくれるし、うん、まあ、さすが4番で今打点王だなっていうようなね、うん、そういう当たりだったよ、うん、しかし4回に村上が24号ツーランで追い上げる、うん、まあ、これも大したもんなのがさ浜口が1打席目外ばっかりだったんだよね、はい、一球もインサイド使ってないのよ、うん、それでセンター前に合わすようなヒットを打たれてたんだけど、うん、まあ、確かに浜口と相性が悪い、はい、今年4打数3安打打たれてるんだけどさ、うん、まあ、相性が悪いんだけど、まあ、2打席目どうするかなと思ったらやっぱ外から入って、うん、でもびくともしないんだよ村上が。やっぱインサイド一本待ってたような感じがしたね、うん、まあ、そこら辺のその一球を待てるっていう村上の凄さ、うん、それをホームランにしてしまう凄さっていうのは感じられるホームランだったね。なるほど、はい、はい、しかし7回、まあ、1点差の7回、うん、ね、佐野がツーランホームラン、ねえ、ね、今日はホームランで、そうホームランしか点が入ってないんだけどさ、うん、まあエラーとね、うん、だけどその山本もものすごいいいスライダー持ってるんだよね、はい、で佐野がそのスライダーちょっと甘く抜けたボールをホームランしたっていうのは見事だったし、うん、まあ、山本にとってはあの1球だけっていうのがねこれ1点差のまんま9回だと面白かったんだけども、はい、まあ、ここで3点差ついちゃったからね、うん、まあ、9回にはサンタナがソロホームラン打つんだけどもまたホームランですね、うん、まあ、だけど、まあ、DeNA が逃げ切ったと、はい、でこの試合で浜口が2勝目、うん、で6回89球5安打、はい、1四球2失点という、はい、まあ、村上のホームラン1本だけに抑えたんだけどもさ、うん、浜口も良くなってきたね。おお。でね、ブルペン見てると片目つぶるんだよね、うん、投げるときに投げる瞬間ですか。いや、こうやって足上げた瞬間に目つぶるんだよ。 はい、あれ何かあんのかなって今度聞いてみなきゃいかんなと思って。今日は聞けなかった。今日は聞けなかった。だって解説者席からちょっと見てた。ああ、そういうことですね。試合前じゃなくて試合中のブルペンです。そうそうそう。あ、面白いことするなと思いながら。なんでしょうね。いや、浜口で目が悪いのかもわからないけども、うん、まあ、例えばその効き目だけで見たいっていうのが、うんうんうん、こうあるのかもわからないね。うん、なるほど。まあ、そういうことで2失点で、まあ、勝ち投手になるという、はい、まあ、この浜口はちょっと流れが一勝してから変わったなっていう感じがするね、うん、気持ちに すごく余裕ができたというかさ、うんうん、まあ、そんな感じを受けた。はい、うん、で ロドリゲス、はい、6回94球6安打1四球3失点という、うん、まあ、負け投手になったんだけどもさ、うん、
立ち上がりから変化球が入らなかったのよ本当に。でチェンジアップとか引っ掛けたりとかいろんなことがあって、はい、まあワイルドピッチにはなるわ暴投にはなるわということで組み立てができなかったんだけどもさ、うん、だけど修正能力があるねこのピッチャーは。途中からすごく良くなってきたのよ、うん、修正してね自分で、うん、だからこのピッチャーも勝てるピッチャーだなっていうのは今日生で見て感じた、うん、なるほど、うん、だから次の登板が非常に楽しみだね。はい、はいはい、続きまして中日対、はい、ジャイアンツ、はい、で中日小笠原、うん、松葉、はい、巨人はゴリフィン菅野2回リュークのスクイズで先制、うん、で7回は中田が同点タイムリーというね、はい、で9回一矢満塁から代打宇佐美がサヨナラという、ねうん、この試合ね巨人はね3つの併殺打があるんだよね、うんうんまあ、それだけチャンスを作ってるからゲッツになるっていう言い方もあるんだけどもさ、はい、ただ外野ぐらいで勝ち越せる 場面も、うんまあ、ちょっと打てなかったりだとかさ、まあ、そういうことになって、勝てないんだよね、うん、ただこの試合中田のダイソー浅野がさ、うん、センターへの飛球ハーフウェイから戻ってサードに走った、うん、好走塁があったんだけど、はい、あなかなかいい感性持ってんなっていう風に感じたし、はいうん、だから浅野はなんかサードコーチャーの、うん、かわいい、うん、ガッツポーズしてたけどねお前そんな走塁できるんだとかいうのいやそれでチャンスを広げたのよ、うん、なるほど、うん、それでワンアウトサードっていうのを作ったんだけどさ、うん、だけど返してやりたかったな浅野をいやあれだけの走塁をしたからね、うん、なるほど、うん、ただねこの試合、はい、中日の方は、うん、木下が帰ってきたよ、はい、キャッチャーのね、うん、で木下がマスクをかぶったんだけど、はい、やっぱり、ね、落ち着くなるほど宇佐美が悪いって言ってるんじゃなくて、うんうん、やっぱあんまり知らないじゃないまだ来たばっかりで、ね、そういう意味ではねそういう意味で性格も知るとかさ、はいはい、そういった意味ではでも木下がマスクをかぶったのは非常に大きいよ、うん、なるほど、うん、だからやっぱこうゲームが閉まったりだとか、まあ、小笠原を導き出す、うん、そういうリードもできてるしねだから非常に良かったなと思うよ ね、うん、でそんな中ね代打で宇佐美、ね、そう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 いやだから活躍して結果を残してねそうそう、うん、だから宇佐美を代打で使えるとかさ、うん、そういう幅が広くできるよね、うんうんうん、でこの試合、はいグリフィン、うん、6回78球、はい、4安打1失点、うんまあ、小笠原7回106球6安打1失点という、うん、まあ両ピッチャーともねこうピンチがありながら頑張ってたんだよね、うん、だからグリフィンの時に援護点があんまりないんだよね、うん、巨人の方はね、うんはい、でこの試合で岡林が27試合連続ヒット、はいね、おめでとうどんどん記録が伸びていきます ね、 伸びていくねありがとうございます、はい、で2試合目、はい、2対0巨人、うんまあ、4回坂本二塁打、はい、岡本ヒット、うんね、鈴鹿秋広中田が、まあ、タイムリーで、まあ、指定コンビだよ ね、 ね、うん秋広が前に打ってて中田が後ろを打つというね、うん、なんか強払いみたいな感じになっちゃってるんですよまあ2点先制というね、うん、ただ中日もチャンスがなかったわけではなくて、はいまあ、3回ノーアウト3塁を作るんだよね、うん、先頭の村松が3塁打で出るんだよ、はいね、これを返せなかったのがやっぱり4回表につながってんだよね、うんやっぱピンチの後にはチャンスがあるチャンスの後にはピンチがあるということで、うん、やっぱこう野球って流れあるなと思ってさそうですね、だからこういうチャンスを、まあ、しっかりものにしていかないと、うん、やっぱ苦しいよね相手が菅野だけにねなるほど、うん、でその菅野、はい6回3分の1、92球、うん、6安打、2四死球で無失点というね、うんまあ、ピンチがありながら、まあ、しっかり抑えたりというね、うんこの試合で高梨、鈴木、バルドナード、はい、中川、うんまあ、で逃げ切るんだよね、はい、で1イニング任せないのよ、うんうんうん、やっぱ小刻みに継投していって逃げ切るというね、うん、やっぱもう巨人もスクランブル状態に入ってきてるというねなるほどだからまあここら辺はすごく、まあ、岡田監督と使い方が似てるかなっていうような感じもするけどね、うんうん、でこの試合、うん、岡林が28試合に連続試合ヒット数
を伸ばしたという、うん、はい、まあ、日本記録は33試合高橋芳彦さんが持ってるね、うん、あと5試合ね。高橋芳彦さんはちょっとドキドキしてますかね。あ、まあ、名前が出るから嬉しいかもわからないしそうですか。まあでも記録は、うん、や破られるものにあるって言うけど破られたくはないよね。どうせなら隣ぐらいにいてほしい。まあまあそうだね、うん、でも岡林は今日のヒットはね、うん、すごくラッキーな、どん詰まりのヒットでね、うん、まあラッキーだったけども、まあラッキーもないとね続かないよ、ね、なかなか、うんうん、まあそれでもヒットはヒットですから、ね、そうそう、ね、で大島が2000本まであと4本に迫ったというね、もう間近ですけどいつなんでしょうね。秒読みも秒読み、うん、まあ今週中にやるんじゃないのね、うん、可能性高いですね。高いね、はい、はい、で菅野投手は3勝目ということですね。そうだね、まあ、菅野はね、はい、やっぱ勝ってくれるとね巨人がいいよね、うんうん、はいはい、ということで、はい、セ・リーグマジック20が点灯も、うん、29ですね。あ、29も、うん、穏やかでないセ・リーグという。なんでしょうね。これはね、怪我人とか、ね、やっぱりね、阪神は10連勝した疲れが出てきてるね。うん、で、明日からは DeNA、横浜に先ほども言ったけども、移動してのゲーム。うん、これは大変だよ、ね、これから。本当に。で、坂本も出突っ張りになってくるから、うん、これはやっぱ、キャッチャーとしては疲れてくるし、うん、まあ、大変だというのと、うん、やっぱり広島は、上本、はい、ね、ずっと4番を打ってたりだとか、もう本当につなぎの野球ができるのは上本がいるからだみたいな、うんうん、まあ、そんな感じでもいたんだけど、うん、ちょっと心配だね、うん、で小園がなんで変わったのかっていうのも心配だし、ね、絶好調だからね。そうですよ、うん、いきなり代打っていうね。だからね、絶好調の時に怪我するパターンって結構あるからね、うん、だから怪我じゃなかったらいいなっていうふうに祈ってるし、はい、うん、塩見選手ね、塩見もね、うん、故障しちゃったし ね, ね、だからまあ故障っていうのはもう順位にね直結してくる選手もいるだけにね、うん、まあ、ちょっと気をつけてほしいなっていうふうに思います。はい、はい、ということで、はい、セリーグはこんな感じ。はい、はい、続きまして、うん、はい、はい、パリーグです。はい、パリーグも、はい、オリックス、ソフトバンクが1試合台風のため、はい、なくなっちゃったので、そうだ、ね、はい、2試合でした。はい、でオリックスとソフトバンクは1勝1敗、はい、はい、日本ハムとロッテは日本ハムの3連勝、はい、はい、西武と楽天は西武の2勝1敗の勝ち越しということになりました。はい、この1試合中止っていうのは、うん、もう前日から出してあげてたんだよね。そうなんですよね。だからファンのために、まあ、そういう早い処置を取った、うんうんうん、まあ、直撃するっていうからさ、うんうん、まあ、出したのかもわからないけども、うん、でもこの休みの時期にね、うん、早めに出してあげたっていうのはすごくね、正解だと思う。そうです ね、うん、はい、いきますよ、はい、で、オリックス、山本、宮城、はい、ソフトバンクは有原、和田というね、うん、両方負けれないね、これはね。本当ですね。はい、1戦目、はい、3対2、うん、ソフトバンク、うん、ね、1点先制された3回、はい、西満塁から柳町が2点タイムリーで逆転というね、うん、4回はその柳田の2塁だと、まあ、失策が絡んで、うん、まあ、1点を取るんだよね、はい、で8回には中川が2塁打、はい、で森のタイムリーで、1点差、うん、ね、で、紅林が続く、はい、紅林がレフト前に打つ、うん、で森がサードベースを回る、うん、同点かと思ったけども、コンちゃんが好返球では本塁で刺すというね、うん、まあ、この時に森に代走はなかったのかなっていうふうには思ったけどね、うん、ただ森っていうのはやっぱこうな、変えられないからね、なかなか、ね、まあ、延長とかいろんなことも考えたら変えられないし、うん、まあ迷ってたとは思うんだよね、ダイソー出そうかなとかね、はい、だけど紅林も同点タイムリーかと思った瞬間に、まあ、コンちゃんに刺されたというね、うん、難しいですね、まあ、難しいけどね、ただこの試合は有原が頑張った、うん、山本相手に ね、まあ、8回113球8安打、うん、8安打されながら要所を締める。だけど何が良かったかっていうのは無四球っていうことだよ ね、デッドボールはね一つあったんですけど、はい、フォアボールはなかったですね。そうだね、で、はい、2失点というね、うん、で山本、うん、ね、5回
110球7安打、はい、まあ、3四球、はい、3失点しかし自責はゼロなんだよ、はい、やっぱりどれだけこう野手にちょっと足を引っ張られたかということなんだよね。だからまあオリックス側からするとやっぱりエラーが痛かったというね、うん、そうですね、ね、ただ山本も、うん、まあちょっと絶好調ではなかったね、はい、まあ、5回までに7安打される、うん、また5回投げ切って110球投げてるということは多いですよね。やっぱ球数も多かったね、うんうん、ということで、はい、まあ、ソフトバンクが勝ったという。で2試合目は2対1、はい、オリックスという、うん、ね、柳田、うん、まあ、初回先制タイムリーで、先制するも、はい、まあ、そのすぐ裏、うん、森の犠牲フライで追いつき、うん、まあ、4回にはその森が13号ソロホームランで勝ち越しというね、はい、うん、しかし、まあ、先ほども言ったけども、うん、4回表ワンアウト1・3塁のチャンスを作るんだよね、はい、で野村が三振、甲斐、うん、が三振でチャンスをものにできないというね、うん、まあ、ここら辺下位打線がね打って上位につないでくれると、まあ、非常にいいんだけどもね、はい、うん、だからやっぱりチャンスを逃すと、まあ、その裏に、ホームランが出るというね、うんうん、で宮城、はい、6回97球5安打、うん、まあ、1失点、まあ、8勝目というね、はい、で和田も、まあ、頑張ったけどね、うん、おっさん6回78球4安打、うん、2失点というね、はい、まあ、犠牲フライと一本のホームランで負けるかみたいな、うん、まあ、そんな感じだったけどもね、はい、まあ、ただこの試合やっぱソフトバンク、うん、まあ、三森ってあの前回の3連戦は言った、はい、で三森が絶好調だからやっぱ打線がつながるよねっていうような、うん、この日はノーヒット、うん、しかし近藤が3安打と当たってるだけに三森が出とけばなっていうような、うん、やっぱり一番の大切さっていうのが分かる、まあ、試合だったかなっていうふうに思うね。なるほど、はい、そして柳田選手が柳田選手は1497本ということで、あと3本で1500本安打ということですね。1500本安打な、はい、まあまあ柳田はまあ通過点だよね、うん、まあ、2000本打つ選手だしね、うんうん、はい、まあ、とりあえず一つの節目がもうすぐということですかね。もうすぐだな、あと3本ね、うん、はい、はい、ということで、はい、星を分けたというね、うん、で日本ハム対ロッテ、はい、ね、日本ハム加藤、ポンセ、根本、うん、でロッテの方は西野、森、三馬、ね、2対2で迎えた1戦目、はい、6対5の日本ハム、うん、はい、まあ、あの2対2で迎えた5回、うん、まあ、藤原のソロホームランで勝ち越すんだよね、はい、その裏、うん、万波と上川畑がタイムリーで3点を取るんだ、はいはい、で逆転をする、うん、で7回はロッテが1点差に迫るけども裏に1点を取られるという、うんうん、で9回は角中の代打ホームラン出るけども、はい、いい2回5回7回2点を取ってんだよロッテは、はい、でも、はい、必ずその裏に日本ハムが取り返してるんだよね、はい、だからここら辺ねやっぱロッテの流れが悪いわ、うん、あでね取った後にすぐ取られるっていうことは、うん、モチベーションがこう持たなくなるんだよね、うん、でロッテの方は何が多いかというとミスが多い、うん、無駄な失点が多いよね、うん、でこの試合も藤原と荻野がお見合いをして、はい、まあ、ヒットにしてタイムリーにしてしまうとか、うん、まあ、山口がハーフライナーを落としてしまうとか、うん、まあこのライトに入ったとか何個か言ってたけども、うん、いやあれは感覚で取らなきゃいけないボールだよ。なるほど、うん、だからやっぱりねロッテはミスが止まってない。ちょっとねしばらくそういう話が多いですよね。多いよね、うん、で2戦目、はい、で6対0、うん、日本ハム、はい、2回上川畑ワンボーロン、うん、古川の3者連続タイムリーで4点を先制、はい、で4回には松本剛が、まあ、タイムリー3塁だというね、うん、でこの試合で9番キャッチャーでスタメンをした
古川が3安打2打点と活躍する、はい、まあ、新庄監督が冴えてるのか、うん、ね、やっぱ古川っていうのを使ってみて、うん、ね、ここ勝負って思ったのかね、うん、やっぱこう息のいい活躍ができたというね、はい、でこの試合はやっぱこう下位打線がチャンスを生かすね、うんうん、日本ハムらしいといえば日本ハムらしいけどもね、はい、でロッテは11安打も無得点に抑えられる、ね、これもすごいですよね、うんうん、でね前日ね、うん、ロッテの方は選手だけでミーティングを行ったらしいんだけども、はい、やっぱそういうものがこう生きなかったというね、うん、やる気はあるんだろうけどもさ、なんとなくこう歯車が合ってないというね、うん、まあ、そんな感じもするし、でポンセ、はい、6回96球、うん、8安打無失点、はい、まあ、今季初勝利、うん、遅いわって言いたくなるけどもまあノーヒットノーランもやったピッチャーだからね。ねえ、そうですよね。だけどポンセがね、こうやって勝てるようになってくると、うん、まあピッチャーは少し楽になってくるよね。はい、で最後、はい、5対0、うん、またロッテ点取ってないよ。ね、日本ハムというね、うん、3回ワンボーロンのソロホームラン、はい、マルティネスのタイムリー、うん、まあ、4回には万波が19号ソロホームラン、うん、まあ、20本が見えるね、もうね、ね、まあ、リードを広げるというね、はい、6回には2アウト上川端、うん、ワンボーロンの連続ヒット、はい、まあ、1・3塁で代走一塁ランナーワンボーロンに代わって代走磯畑、はい、盗塁2アウト2・3塁、三馬がその後ワイルドピッチ、ね、セカンドランナーの磯場とも俊足を生かして帰ってくるという、うん、やっぱここでもミスなんだよ ね、 ね、うん、ただそのミスを誘発してるというかさ、はい、まあ日本ハム何をやってくるかわからないぞみたいなところもあるし、うん、誘発してる部分もあるよね、うん、だからロッテは本当に元気なく、うん、2試合連続完封負けというね、本当ですね、うん、やっぱりこの試合でもミスがあって失点をする、うん、まあ、そうなってくるとチームの中はどうなってくるかというと、やっぱ元気はなくなるよね、うん、で犯人っていうのが明らかになるじゃない、犯人まあ犯人というのは負けた原因というか、うんうんうん、そうなってくるとやっぱこうチーム内の雰囲気が悪くなるんだよね。ズーンときますね。ズーンとくるんだよね、うん、これはもうピッチャーが連打食らって打たれたって言うんだった言うんだったら、うん、やっぱみんなで取り返してやろうよみたいな、うん、そういうになるんだけどもさ、うん、なんかこうみんな一生懸命やりながらこうやってミスが重なると、うん、どうしてもモチベーションが上がってこないよね、うんうん、でこの試合、はい、2番手のマーベルが4回3分の1を投げ、まあ、55球3安打無失点という、はい、まあ、非常に安定した投球を見せてくれたというね、うんうんうん、2番手で投げたんだけどもね、はい、まあ、これで日本ハム5連勝、はい、もうここに来て絶好調というね、で、あ、うん、エスコンでは負けないぜみたいな、すごいですね、気候もいいしね今ね、うん、最高な北海道ですよ本当です ね、はい、最後、はい、西武対楽天、うん、西武エンス、うん、今井隅田、うん、楽天早川唐島田中マー君というね、はいはい、で1試合目5対3、うん、楽天、はい、まあ、高橋光成が体調不良でね、うん、そうでしたね、エンスが急遽先発になったんだよね、うんうん、ただそのエンス5回78球7安打1失点という、まあ、好投を見せてくれるんだよね、はい、で一方早川、うん、7回95球5安打1失点というね、はい、まあ、素晴らしい投手戦を展開してたんだけども、はい、まあ、1対1から迎えた8回、うん、鈴木大地の内野安打で、まあ、楽天の方が先に勝ち越すんだよね、はい、ただその裏外崎の同点タイムリー2塁打、はい、打者中村の時、うん、ね、そのセカンドランナー外崎がもうほんとちょっとしたワイルドピッチ、うん、もう隅田の真下にあったんだけどボール、はい、ちょっと見失ったその瞬間を狙って好走塁で三塁に行くんだよね、うん、で外野フライで勝ち越せるっていうところを、まあ、中村に上げて、うん、
中村に作り出してあげて、はい、で中村が自身のバースデーを祝うタイムリー二塁打で返すというね、友崎を、はい、ね、40歳ですね。そうそう、もうおっさんも頑張ってるね。まあしかし、はい、9回代打岡島がヒット、うん、小深田がツーアウトから、はい、まあ、ライトにヒット打つんだよね、うん、でツーアウト一三で一塁ランナー小深田、はい、走ってきたんだよね、うん、で小賀も投げるんだよセカンドに、はい、でも楽勝にセーフということで、うん、だけどねこの時の打者が 打席に立ってるのが小郷、はい、よく聞くよね名前、小郷ね、小郷選手 ね最近よく聞きます。小深田が走るまで待ってあげてるんだよ、うん、これすごいなと思ったのは、うん、やっぱねわがままに打ちたくなる時あるんだよ、はい、だけどヒット打っても同点なんだよね、はい、だけど小深田がセカンドに行くことによって、うん、外野が前に来るんだよ、うん、ね、で前に来といて増田のちょっと投げそうになった真ん中のカットボールかなんかをセンターオーバー打っていくんだけど、うん、だからこの小深田の、うん、このフォアザチーム、うん、走らしといて打つという、小郷選手のね、小郷のね、はい、だからこれはやっぱすごいバッターになるなっていうふうに、まあ、感じたよね、そこの場面で。そう、はい、で逆転タイムリー三塁打、うん、で浅村の内野安打で、まあ、5点目を取るというね、はい、で増田がやっぱ苦しいね抑えだと、うん、やっぱこうふうふう言ってる、なるほど、だから相当な疲労も溜めてるだろうし、うん、だからここら辺ちょっと心配だなっていうふうに思うよね。なるほど、はい、はい、で2試合目、うん、4対1西武、はい、まあ、2回長谷川蛭間源田のタイムリーで、うん、まあ、一気に4点を先制するんだよね、はい、まあ、この4点だけなんだけども、うん、この内容っていうのはツーアウトからダダーンとつながったんだよね。だからここら辺がやっぱこう大きいなと思ってさ、うん、で今井が完投、はい、まあ、9回121球6安打、うん、まあ、3四球1失点というね、うんうん、でこの完投勝利は大きい、うん、これなぜ大きいかというと、やっぱ 昨日増田がやられてる、はい、ね、やっぱこう勝ちゲームでまた増田ってなると、これ考え方があるんだよ、うん、失敗した翌日にすぐそういう場面も与えて、そういう嫌な思いを払拭させるっていうのが、克服してね、うん、克服してね、うん、だけどそうじゃなくて、やっぱり今井が完投してくれたということがやっぱりすごく大きな勝利になったんだよね、これはね、うんうん、だけどやっぱり今井っていうのは出力を上げた時には素晴らしいボールいくしさ、うん、やっぱちょっとは外じゃ打たれんなこれいや本当に、うん、やっぱりいいピッチャーだよ。はい、7勝目ですね。まあそうだね、うん、まああの1回ね登録抹消とかなりながら、うん、まあもう7勝上げてるというね、はい、はい、まあ10勝も見えてきたという、はい、はい、最後、うん、4対2、西武という、はい、ね、初回楽天が西満塁から、ね、レフトへ先制タイムリーね、島内が、うん、ね、で大西武は4回フォアボール2つ絡んで、マキノンが犠牲フライ、渡辺がタイムリーで同点、はい、で5回には源田の犠牲フライ、うん、中村のタイムリーで勝ち越すという、うん、おかわり君元気よ ね。で9回にはね、楽天も一打同点の、まあ、チャンスを作ったりとかもするんだけども、はい、まああと1本が出ないというね、うん、でマー君、マー君、はい、5回3分の291球7安打、うん、まあ、3四球4失点という、うん、ね、まあ、3四球で出てるんだけど、出してるんだけども、その4回にね、うん、2つのフォアボールがやっぱ点になったということが、まあ、非常に痛いよ ね。 そうですね、マー君らしくないというかさ、うん、まあ、そんなに制球の悪いピッチャーでもないし、はい、まあ、だけどフォアボールを出して、うん、それが失点につながり、はい、まあ、4失点してしまうというね、うん、で隅田、はい、ね、7回116球、うん、7安打2失点という、まあ、初回のことを考えると、ね、前の隅田だったらガタガタっと来てたかなと思うんだけども、うん、はい、やっぱ勝ちを重ねることによって、
まあ、自信ができたんだろうね。うん、非常にその後は頑張って7回まで投げ切ったというね、はい、でこの試合で、青山がセーブを挙げるという、うん、開幕当初ね、うん、青山がセーブシチュエーションで出てきて、うん、まあ、失敗とかいろいろしてね、うん、で前回っていうかちょっと前は先発までしてたんだよ。まああの時はブルペンデーだったのかなっていうふうには思うけど、はい、まあ、先発もして、うん、でこの日はセーブシチュエーションで出てきて、うん、まあ、きっちりセーブを上げたというね、はい、まあね、増田がちょっと不安定なだけに、うん、まあ、青山がしっかりしてくれるとね、はい、本当は3連勝できてたなっていうセーブだったんだけども、うん、ちょっともったいない3連戦の中の一敗だったよね。はい、うん、隅田投手ね、7勝目ということで、そうだよ、よかったな、コツコツ積み上げてますね。いや本当そうだね、うんうんうん、だからまあ本当に勝ちを覚えたピッチャーになってきたかな。はい、はい、ということで、うん、まあ不気味な存在、はいよ、台風の目となるのは丸々もうどっかわかるよね。この今回の結果、今回の結果ではね、そしたら日本ハムですか。そう、日本ハムいいよ状態がね、うん、やっぱ下位打線も非常に充実してるし、うん、で、まあ、野村も良くなってきた、万波もホームランを打てるようになってきた、マルチネス、うん、安定してる、はい、松本剛がいる、はい、ね、まあ、そうなってくるとポンセも勝ったみたいなさ、そんなこと考えると、はい、やっぱり日本ハムに足元すくわれるチームは、うん、まあ、落ちていくし、うん、日本ハムも順位を上げるチャンスが出てきてるよね。ね、ワンボーロン選手もね、まあそうだね、うん、ワンボーロンも出てきてるしね、はい、ここに来てやっぱり焦りがあるというか、うん、やらなきゃいけない選手たちが、うん、すごくやりだしたし、で上川端が良くなってきたね。なるほど、ずっと苦しんでたんだけどもさ、うんうん、まあ、だけどやっとなんか本来彼が持ってる勝負強さっていうのも出てきたしね、うん、だからそういう意味では日本ハムに食われるチームは危ないよって。ちょっとね、そうだね、はい、はい、次日本ハムオリックスとですよね。あ、楽しみだねただ山下俊平だね、いきなりこの勢いのままでね、いきますかね、まあ、うん、どういう野球を見せてくれるかね、うん、まあ、楽しみだし、まあでも阪神は DeNA と、うん、ね、広島が巨人と、巨人とヤクルトと中日ね、うん、だから非常にここに来て、はい、まあ、阪神は苦しくなってきてるし、うん、ちょっとね、やっぱ疲れもちょっと感じるようになってきたし、うん、で広島は怪我人がどうなのかっていうところもあるし ね、そうですね、はい、はい、まあまあ、怪我人がちょっと増えてきてるんで、うん、まあ、本当に気をつけて ね、頑張ってほしいと思うし、はい、まだまだ暑さ続くんでね、ね、まあ、体調管理だけはね、まあ、しっかりやって頑張ってください。はい、はい、